第19話金太郎激動する。怪文書騒動で直属の上司大場浩二をぶん殴った金太郎は、その罰として無期限子会社執行を言い渡された。金太郎の出向先である YMT ランドは大和直系のデベロッパーであったが、バブル崩壊後YMT 自体の経営も悪化し、今となっては各地の支社から集められたゴミの9人が勤務するだけであった。将来への希望もなく、全てを諦めている社員に対し、金太郎の前向きで積極的な行動はカンフル剤となり、次第に YMT ランドは変わり始めていくのであった。YMT の抱えている未処分物件をアラブに売ることを思いついた金太郎は、ナビリア執行時代の戦友で現ナビリア外務大臣のザイードを介して、来日中のアラビア王子ムハマド・ハッサンと接触。ハッサン王子から第四夫人にと熱望されていた同僚篠塚陽子とアラビア王国へと向かった。しかし陽子はハッサン王子からの求婚を断り、金太郎も通産省の意向を伝えぬまま帰国となった。これで金太郎のアイデアも叶わるものとなったと思われたが、後日YMT ランドにハッサン王子からファックスが届いた。アラビア投資庁は不動産投資として5000億の買い付けの意思あり。その文面はなんと5000億円もの不動産投資の意思があるという内容のものであった。その後辞令を経て本社へと復帰した金太郎は、新入社員の研修班長を命じられる。これが私だ。そして君たちの1ヶ月間研修の責任者だ。俺は俺の持っているサラリーマンとしてのスタイルをお前たちに押し付ける。お前たち未熟者に遠慮する気はさらさらねえってことだ。そのまず第一仕事ってのは、格闘技だ。
それを踏まえた上でお前たちに最初に書いておいてもらいたいものがある。辞表だ。大学を卒業してこの会社に入った。それはあんたらの終点じゃない、始まりだ。いいか、この会社に入ったから会社があんたらを守ってくれるってことじゃない。あんたらがこの会社を守ってやるんだ。よっしゃ。守ってもらうのか守ってやるのか、この考え方の違い一つでやるべき行動は正反対になる。守ってもらうってのは生活を人質に取られて我慢して仕事をやるってことだ。つまらねえぞこいつは。仕事がつまらなかったら生きてる時間の無駄遣いだ。理由はもう一つ、捨て身でかかるにはこれからのサラリーマンはやっていけん。辞表をポケットにぶち込んで思いっきり攻める、それが俺のスタイルだ。その手始めとして今の段階でこの俺が気に入らんと言うなら俺をぶん殴れ。辞表を出してからな。汚いよ。汚い？ああ、汚いっす。そりゃ脅しでしょ。この就職難の中じゃ僕たちの立場は弱いでしょ。私もそう思います。そう思うならやめろよってなこと言うと、最近の若者は本当にそうするかな。切りやすいんだよな。まったく。とにかくよろしく。矢島班長、よろしくお願いします。おっしゃこれと時を同じくして金太郎は労働組合から任期途中で突然辞任した前委員長の後を受けて、次の委員長にと要請を受ける。疑惑の辞任ではあったが、金太郎は快く了承するのだった。密かにリストラを計画していた大和会長以下、大和経営陣は労働組合委員長に就任した金太郎にリストラに対して反発しそうな組合員たちを抑えるように協力することを要請することとなった。おい、なんで天井見てやがる。俺の目を見て話せないのか。よっしゃ。組合の委員長やるってことはあんたたちがぶった切ろうとしている。ダメ社員やいらなくなった年寄りを全部背負っていくってことでしょう。
局、どうしても納得のいかない金太郎はこの提案を突っぱねるのであった。そしていつしか金太郎の周りにはリストラ対象者だけが集まってしまった。金太郎はまさに窮地に陥ってしまった。日々の自分に納得のいかない金太郎は家にも帰らず町をさまよい歩いた。それから一週間、求めていた答えも出せずに結局家へと戻るのであった。なんだ、怒ってねえのか。なんで？ねえ金ちゃん、外で嫌なことがあったら家に帰ってきたくなったよね。私たちそれが一番嬉しいんだから。愛妻美鈴の励ましによって元気を取り戻した金太郎は、匿名のメールによってある反撃策を考えつくのである。なんとリストラ組合員で新会社を設立するという作戦に出たのであった。自分の魂を支配できるのは自分だけだ。たかが会社不正に魂まで牛耳られてたまるか。よっしゃ。金太郎はリストラに対しストライキも裁判も起こさない代わりに、以前金太郎が執行していたYMT ランドの売却を要求したのだった。会社側がこの要求をのみ、金太郎が社長になった YMT ランドは徹底的な密着営業で目覚ましく業績を上げていった。そんなある日、まったく欲のない男だの。いや、欲じゃないですよ。人間には分相応というか器があります。1年や2年は頑張れても、それ以上は見えてきません。本心か。はい、
見事だ金太郎。組合の委員長を引き受け、リストラ対象の社員を引き連れ会社を設立した。しかしこの着陸の場所、見事だぞ金太郎。着陸の手引きお願いします。わかった。えらいことだ。矢島さんが YMT を大和建設に会社ごと売ったそうだ。役員会は九州合併という形で正式にそれを承認した。なるほど、こういう手だったのかよ。矢島金太郎の完全勝利だな。社長が辞意表明したぞ。何？黒川社長は？しまった。大和行ってくる。俺です。入れ。このままでお願いします。社長の気持ちを考えられませんでした。申し訳ありませんでした。勘弁してください。バカも、いいから入ってこい。お願いします。社長を辞めないでください。俺、社長が大好きです。会長も、だから大和建設も、お願いです。そばにいさせてください。気前よく正直にだ。私はそれに反映した。お前のせいじゃない。金太郎、大丈夫だ。お前はもう私なんか必要としない。さて、新しい社長を紹介しよう。どうぞ、入ってください。私の後をお願いする伊豪社長だ。いいか金太郎、俺のやり方は半端じゃねえ。お前に社長室長をやってもらう。さあ
でもいいんだ金太郎、ちょっと気にする。行こうぜ金太郎。社長となった伊郷は他の役員連中の意見には耳も貸さずに怒鳴り散らすばかり。しかしこのような傍若無人な態度を取るには訳があった。それは役員の半数をリストラし、社の不良債権部分を新会社に全て移行させ、今の大和建設を無借金会社株式会社大和としてスタートさせようと考えているのであった。しかしこの暴挙的行動をその他の役員が黙って見過ごすはずがない。反異合派として数人の役員たちが大石副社長を中心にまとまりつつあった。そしてとうとう大石副社長は定期役員会で異合社長解任の動議を緊急提出したのであった。票は二分し、8対8の同数。勝敗は残る伊郷の票で決定することとなった。そこで伊郷は、なんと辞任賛成に票を投じたのだ。これにより、伊郷社長は解任し、伊郷を支持した者、裏で大石副社長失脚を画策していた役員たちは解任されたのであった。大和建設が激しく揺れ動いたこの時期に、一方の金太郎の周辺も激しく揺れ動いていた。